い、どうも、ロックメンステーションのシモリーと、ロックメンです。はい。僕、昨日の夜、ワンクリック詐欺に引っかかってしまいました。いやー、この年で引っかかるのは、ねえ、何年目ですか、インターネットやって。もう8年目ぐらいになりますかね。いや、まあ、どうしても見たい動画が引っかかってしまったんですよ。そしたら、そのサイトにね、引っかかった時に、まあ、すごい魅力的なものがありまして、新規会員様には感謝の気持ちを込めまして、速達でおっきいグッズ1年分を無料でプレゼントいたします。マジっすか。おっきいグッズ1年分って何って思って。1年分はどういうことですか。どういうこと。点が365個ってことだとしたら得なんだよ、この19万で。多分この1年分って何だろうと思って、で今回それをちょっと電話で聞いてみようかなっていう。なるほど。うん、あとはまあ普通に怒ってる。なんでかっていうと、動画が見たいから。この動画が見たいから、わざと引っかかるときもあんの。見れねえんだよ。何わざと引っかかる。おかしいだろ、そんなんよ。早速電話しておきましょう、じゃあ。おう。え、お昼休憩？サボってる。サボってるよね。全然出ないじゃん。何してんの、この人たち。待って、電話番号上げただけの人になっちゃう。ちゃんと詐欺しろよ。ちゃんと詐欺してよ。はい、あ、もしもし。昨日の夜に動画を見ようと思って、そちら様のサイトを利用して、したんですけれども、はい、はい、登録完了っていう風になって、はい、この登録完了の画面の方に、新規会員様には感謝の気持ちを込めまして、速達で、ハニーグッズ1年分を無料でプレゼントいたしますって書いてあったんですけれども、はい、1年分って何がもらえるんですか？把握ができてない。はい。っていうのはどういうことですか。え、そういった担当部署がありますので。え、じゃあその担当部署様にはどうしたら連絡できます。あ、じゃあ。いたずらのお電話でしょうか。はい。いたずらのお電話でしょうか。いや、いたずらじゃないですけど。それからしますね。バレてた？え、待って待って待って、全然教えてくれんやん。全然真面目にやんないじゃん。あ？全然真面目。いや、いたずらだけどさ。これもう一回かけるよ。だって聞きたいもん。絶対もう目の前に電話あるはずなのに。かけ直してるから。拡声器の動画って撮るの難しいんだね。そんなうまくいかないんだよ。だからみんなやらせでやってるからだよ。超俺超危ないじゃん。検証結果、秒で着氷。嘘じゃん、知りたかった。はい、ということで、まあ、知りたい人はぜひこのサイトに引っかかってね、聞いてくれればと思います。絶対聞けないと思う。不甲斐ない業界になってしまったわ。はい、ということで、じゃあ皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。